時刻表2万キロは気候作家宮脇俊三の表した鉄道気候文である。宮脇の作家デビュー作。1978年川で処方新社より観光。同年の日本ノンフィクション賞受賞。中央公論者の役員で鉄道ファンであった筆者が週末という限られた時間の中時刻表を駆使して、 それまでに乗り残していた日本全国の日本国有鉄道の路線約百線区に乗車し、3年をかけて当時の国鉄全路線完全乗車へ挑んだ過程を綴った飛行文である。タイトルの2万キロは当時の国鉄の旅客営業キロが2万992.9キロメートルであったことによる。これによって鉄道に乗ること自体を目的に旅をするということが、 趣味として認知されることになり、後に国鉄でいい旅チャレンジ2万キロメートルキャンペーンを実施するまでになった。本作品は主として1975年から1977年の乗車記録であり、当時の鉄道路線、運行される列車、駅などの状況を示す記録となっている。登場する猛挑線の半数以上は、 その後1980年代より進められた特定地方交通線の取り組みなどにより国鉄末期 JR 初期に廃止されている文庫版はカーデ文庫版と角川文庫版があり校舎の表紙は当初は古川拓のイラストであったが後に宮脇が写った写真を使った新装版が発売されているなお本書出版にあたり出版社役員が 同業他社から著作を出すことの矛盾と、編集者として長年書き手に厳しく接してきたことのけじめとして、宮脇は中央公論者を退職した。ありがとうございます。